核融合、それは人類が手に入れる最高のエネルギー源となる究極の反応です。太陽が行う核融合と、そして核融合反応を使った発電について詳しく紹介します。現在私たちの生活の大半を支えているのが電力です。家には必ず電線が引かれ、コンセントにプラグを挿せばあらゆる家電を利用できます。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、インターネット、スマホ、これらはすべて電力によって駆動します。水道、ガス、電気が生活を支えるように、電力は私たちのインフラです。ご存知のように電気は発電所で作られ、各家庭に送られます。技術発達で風力、太陽光など様々な発電方法がありますが、現在主力の発電方法は資源を燃やした時に出てくる熱を利用する火力発電が主流です。火力発電といっても大きく4つの種類があり、それぞれ熱効率が異なります。熱効率が低い順から見ていきましょう。まず最も熱効率が低いのがガスタービン発電です。仕組みはジェット機のエンジンと同じです。前方のファンで空気を圧縮し、圧縮された空気と燃料を混ぜて点火、その熱と圧力で後方のタービンを稼働させ電力を得ます。メリットは小型化が可能で、サイズの割に大出力の電力が得られます。一方デメリットは熱効率が悪く、平均するとその熱効率は 25% ほどです。燃料を燃やして出たエネルギー全体の 25% しか電力として取り出すことができません。よって比較的大きな施設の非常用電源に使われることが多くなっています。続いて内燃力発電です。車などと同様にエンジンに発電機をつなげて発電する方法です。メリットは小型化が可能であり、持ち歩き可能なサイズの発電機が一般にも売られています。例えばアマゾンではガスボンベでエンジンを駆動させ、発電機を回すポータブル発電機が人気で、車メーカー、ホンダなどエンジンに強い会社が販売しています。熱効率は 35% と比較的良好、サイズと熱効率のバランスの取れた発電方式です。もう一つが気力発電です。これは燃やした燃料の熱で水を沸騰させ、沸騰した蒸気でタービンを回します。現在日本や世界の主流になっている発電方式で、熱効率は 40% 以上と非常に高効率なのが魅力です。そして4つ目、現在火力発電の中で最も高効率な方法がコンバインドサイクル発電です。簡単に説明するなら、ガスタービン発電と気力発電のハイブリッド方式。燃料を燃やし、ガスタービンを回し、発電します。ここまでは最初に紹介したガスタービン発電と同様ですが、コンバインドサイクル発電はさらにガスタービンから出てくる排熱で水を沸騰させ、蒸気でタービンを回します。ガスタービンと気力発電を組み合わせれば、その熱効率は 60% 以上にもなり、高効率の発電が行えるのです。化石燃料を燃やして発電する火力発電はその効率をどんどん上げていますが、燃料を燃やすという基本原理に変化はありません。たとえ熱効率が 100% 近くになったとしても、膨大な二酸化炭素と有害物質を発生する原始的な発電方法には変わりないのです。そんな中、発電に革命を起こしたのが原子力発電です。原子力発電も火力発電と同様に、水を沸かしてタービンを回すという基本的な仕組みは同じです。しかし水を沸騰させる熱エネルギーに核分裂を使うという画期的方法が発電に革命をもたらします。ウラン235が分裂する際に中性子が発生し、発生した中性子が他のウラン235を分裂させるという連鎖反応が起こります。分裂したウラン235は質量が減少します。アインシュタインの特殊相対性理論によって、質量とエネルギーは等価であるため、失った質量分が全てエネルギーに変換されます。この反応は燃焼とは比べ物にならない莫大なエネルギーを発生させます。しかも核分裂反応は質量がエネルギーに変わる反応であり、燃焼のような有害物質や二酸化炭素を発生させません。非常にクリーンな発電システムなのです。莫大なエネルギーを発生させる原子力発電ですが、弱点も存在します。それは核分裂の制御と放射性廃棄物の問題です。
核分裂は原理上一つの核分裂が三つの核分裂を引き起こし、三つが九つへと連鎖的に反応が進み、制御しない場合最終的に爆発します。よって安定した発電には核分裂を常に減速させ続ける必要があります。しかし核分裂を減速させるブレーキが何らかの原因で故障した場合、分裂を止めるものがなくなり、炉心融解や核爆発をも起こしかねない非常に危険な発電なのです。また核燃料を発電に利用した後、出てくる使用済み核燃料はそれを処分する方法がなく、現在はコンクリートで固めるか地下に埋めるなど対症療法でその場をしのいでいます。火力発電は有害物質と二酸化炭素で地球環境に悪影響を与えます。原子力発電は放射能汚染の危険が常にあります。そこで現在究極の発電、核融合発電が注目されています。核融合とは太陽のエネルギー反応そのものであり、原子の融合によって莫大な熱を発生させる反応です。通常原子は原子核の周りを電子が回っています。しかし温度が上がると電子が飛び出していき、原子核が単独で自由に動き回るようになります。この状態をプラズマと言います。原子核単独の電荷はプラスであり、プラズマ状態では原子核同士は反発しぶつかることはありません。しかし原子核の動くスピードをどんどん上げていくと、反発する力を振り切って原子核が衝突し核融合が発生します。原子核のスピードは温度そのものです。星の中心は圧力が高くなり温度が上がること、言い換えれば原子核のスピードが反発する力を上回り核融合反応が起きているのです。核融合反応は大きく3つに分類されます。一つは DD 反応。太陽などの星の中心で発生する核融合であり、水素の原子核である陽子同士が融合します。莫大なエネルギーを発生させる一方、超高圧超高温を要求するため現在の技術では実現性が低くなっています。2つ目は DT 反応。これは重水素と三重水素の融合です。通常の水素原子は陽子1個の周りに電子が1つだけ回る最も安定した原子です。重水素は陽子に通常の水素原子にはない中性子がくっつき、その周りに電子が回っています。三重水素は陽子1つに中性子2つがくっつき、1つの電子が回っています。この2つの特殊な水素同士の核融合、他の水素の核融合よりも簡単に実現できますが、問題は燃料の調達です。重水素は海の中に大量に含まれており、無尽蔵に手に入ります。しかし三重水素は全世界で 20kg 程度しか存在せず、驚くほど高価な原料であり発電には向いていないのです。三重水素はその特殊性からコストを度外視できる水素爆弾の原料として、また科学的な実験材料として利用されるにとどまっています。最も現実的な核融合、それが3つ目の D ヘリウム3反応です。海に存在する大量の重水素と水素とは別の原子ヘリウム3を利用します。燃料の調達が済んだら、あとはそれを反応させる核融合炉の開発です。核融合発電において最も難しい技術の一つがプラズマの維持です。核融合を起こすことは太陽の中心と同様に原子がプラズマ状態になるように高温を維持することが必要になります。この温度は数万度から数億度。当然この温度に耐えられる素材は存在せず、今後もそのような素材の開発は不可能です。そこで高温のプラズマを維持するには別の方法が必要です。プラズマを維持する方法のうち、現在候補になっている核融合炉は2種類。一つはレーザーでプラズマを閉じ込める方法。レーザーを各方面から照射し、中心部でプラズマを閉じ込めます。現在この方式はアメリカが独自に開発しており、世界最強のレーザー装置を使って実験中です。もう一つは磁場閉じ込め方式です。-273°、絶対零度に装置を冷やし、電気抵抗をゼロにした超電導磁石を使い、超強力な磁場を発生させ、磁場の力でプラズマを閉じ込めます。
強力な磁場を維持するために装置は大型サイズになるため、その建設費用は2兆円。 EU、 中国、アメリカ、ロシア、韓国、インド、そして日本の7カ国は技術と予算を持ち寄り建設を進めるITERを進行中となっています。莫大な費用をかけ核融合を開発する理由、それは核融合によって得られるエネルギーが莫大であるためです。そのエネルギーは火力発電の燃焼に比べ数万倍と想像以上。 500ml サイズのペットボトルの海水からドラム缶2本分の石油と同じエネルギーが得られます。核融合計画ITERはすでに核融合炉の建設をほぼ完了しており、2035年には最も簡単な核融合反応である重水素と三重水素の融合 DT 反応で運転を開始する予定です。7カ国が巨大プロジェクトに取り組む一方、各国は独自に核融合炉の研究も行っています。例えば日本は茨城県に小型の核融合炉の建設を進めています。プラズマ温度6000万度を目指す実験が予定され、その実験結果をITERに活用する予定です。また現在核融合が最も進む中国では、2018年に核融合炉イーストによってプラズマ温度1億度を達成、さらに2020年には新型核融合実験炉 HL2M によって2億度の到達を目標に順調にプロジェクトを進めています。核融合炉は日に日に技術革新が起こり完成が近づいていますが、多くの問題も抱えています。現在核融合炉はすべて実験段階であり、核融合が生み出すエネルギーよりも核融合のためにプラズマを維持するエネルギーの方が多くなり、エネルギー的に赤字状態です。100の電気を作るために200も300も電力を消費しています。将来的にこのエネルギー赤字が解消できるかは誰にも分かりません。またITERでは超高価な燃料三重水素を使った核融合です。三重水素は人工的に製造するのに10年以上が必要であり、事実上核融合の燃料として利用できるのは実験目的だけです。そこで3つ目の核融合である海から無尽蔵に手に入る重水素とヘリウム3の核融合実現が人類が目指す本当の核融合発電というわけです。ヘリウム3は地球上では手に入りません。三重水素の製造が不可能な理由やヘリウム3が地球で手に入らない理由は別動画に紹介しており、概要欄に貼ってあります。ヘリウム3が豊富な月を目指す理由が未来の核融合発電にあるのです。すでにアメリカや中国はヘリウム3や月の資源採取に向け、月面基地建設に向けた具体的プロジェクトも進んでおり、ヘリウム3の採掘権を独占することで世界のエネルギーを牛耳る可能性も高くなっています。核融合発電の実現は人類にとって最も刺激ある歴史的瞬間になるはずです。何度も紹介する通り、現在の地球文明は地球資源を利用するタイプ1の状態にあります。しかし核融合発電の実現には地球上の資源だけでは達成することはできず、月や他の惑星の資源が必要になります。すでに人類は月の資源を手に入れようとしており、核融合発電が太陽系資源を全て利用可能になるタイプ2の文明になる入り口なのかもしれません。